こんにちは。岐阜県鏡ヶ原市高野山真言宗高家寺住職北川雄一こと雄穂です。今回は雄穂の言いたい放題、許されているのに罰は必要？修行は必要なの？本当に今日は言いたい放題しますので、よろしくお願いします。先日懺悔、仏教では懺悔と言うんですけどね、その懺悔の法要である春風の四本祭を行いました。まあ、これは四方八方のあらゆる恩にこう感謝をする日であり、十一面観音様に懺悔をするということなんですけれどもね、そして自らをこう礼拝業をすることによって、真空意を症状にしていただく。まあ、翌日からこの礼拝業で足が痛いと、笑われる方が続出したんですけど、ちなみにも私、一昨日、名古屋の中日文化センターで授業したんですけれども、足が痛くてガックンガックンしていました。この礼拝業、このね、礼拝業というのは身体にこの負荷がかかりますので、その負荷がかかることによって、真空、意を浄化するというものです。でも、ちょっと密教を勉強した人たちは疑問に思われるんですよ。それ何かというと、本来症状なのにどうして浄化が必要なのか、そうしたものにぶつかるんですね。これね、とっても大事なところなんですけれどもね。でそこで今日はそれにお答え、私なりの答え、完全な答えとは言えないかもしれませんけれども、それをお伝えしたいと思いますので、かなりディープなお話をいたします。言葉的には表層的な内容ですし、内容も一見聞くと表面的なんですけれども、でも深い話をいたしますので、今日はそういう深い話がちょっと苦手だという方は申し訳ございません。今日はここまでにしていただければと思います。ただ、もう一歩進んで、私がどんな人間なのかとか、それから密教はどんな教えなのかとか、そこをもうちょっとこう覗いてみたいなっていう方は、どうぞ。このまま続けてみていただければなと思います。さて、話を戻しますけれども、人は生きている限り何らかのミスを犯してしまいます。私もね、この半年、この3年のうちに、本当にいろんなミスをたくさん繰り返して犯してしまいました。まあ今も犯してるかもしれませんね。私の場合はもう決まったことを繰り返しやってしまっているんですけれども、まあ、例えば、簡単なことで言うと、歩いているうちにアリさん潰しちゃったとか、と飛んでくる蚊を思わずパチンとやってしまったとか。この、ちなみに葉の音、葉音なんですけどね、蚊の葉音、遠くにいると、これなかなかこう聞きづらくありません。うち寺子屋やってるんですけどね、子供たちは遠くでも聞こえてるんですよ。でもね、私聞こえてない時が結構ありましてね、歳なんだな、自分も、って感じることあるんですけど、話は全然違います。こっちに置いといて。ご飯をね、食べた時も、残り物をしてしまったりとか、命を粗末にしてしまう瞬間というのは、誰もがあるんじゃないでしょうか。また、後悔してもしきれない失敗を何度か、犯してきていると思います。先日、Amazon プライムで、スタートレック・ピカード、第2部の最終回を見ました。わかる人にはわかるんですけどね。この主人公のジャンリュク・ピカードは、子供の頃に自分の母親を助けた。そういうつもりだったのに、実は自分のせいで母親が自殺してしまっていた。ということを心の奥底に隠して、そのせいを父親に被せていた。そのことが今回の最終回でわかるんですよ。で、その母親を死なせてしまったという痛みがあるからこそ、彼は結婚をせずに生きてきました。子供が苦手でした。でも、一方で、その痛みがあるからこそ、命を懸けて、実に多くの人類、実に多くの異星人、実に多くの星々のために、命を懸けて働き続けた英雄です。ただ、
彼自身は自分は英雄ではなく心の闇を抱えていたこと、それを今回自覚するんですね。そしてそのことを神のような存在、まあ彼にとってはピカードにとっては鬱陶しい存在なんですけどもね、でも実はそうじゃなかったんですよ。いや、異星人 Q がそのことをクッと出すんですけど、あの Q も私はピカードそのものなんではないのかなって今には思います。まあ、さて前作の TNG スタートライク The Next Generation の設定がびっくりするほど今回深められていました。そしてジャン・リュックはその過去の自分を受け入れ、許せなかったのは誰かではなくて自分自身であるということを悟るんですね。そしていろいろなものがいっぺんにその瞬間に物事が解決していくんです。彼は再び英雄の道を歩み始め、そして一人の女性を愛そうと決意するんですね。年取って共に歩もうと、島でね。またアニメにもなった最果てのパラディンという小説があるんですけど、ね、これなかなかいい、まあ本当ね、実はまだ作者が途中までしか書いてないんであれなんですけども、いいアニメなんですよ。でこれでも同じようなことがありました。主人公の養母、養い親であるマリ、まあ、彼女は死にきれずに、骸骨になってたんですけど、まあ骸骨というかミラになってたんですけどね。で彼女はかつて自分が敬愛してやまないマーテルという女神がいるんですけど、そのマーテルを裏切ったんです。でそしてその自分の養い子を育てるために神マーテルからその時の罰を受けて糧を得ていました。でも事実は全然違っていましてね、この地母神マーテルは遠の昔にこのマリーを許していたんです。マリー自身が自分を許すのをじっと見守り、彼女が望むままに罰を与えていただけなんですよ。罰も愛なんです。ものすごく深い愛の表現です。真言宗では自称正常、本来正常を説きます。まあ、先ほども言いましたけどね。たとえ何かの罪を犯したとしても、自称は正常のまま。そしてその罪を大日如来は常に許している。しかし自分自身がですよ、深いところにいる自分自身がその表面的な自分が犯してしまった罪を許さないんですよ。ですからその罪の解消を望むゆえに、先ほどのマリーと同じですよね、何らかの罰を自分たちは望み、症状にするためには心、空、意の痛みを伴って、そしてその罪を汚れを落としていき、それを大日如来がいろいろな形で私たちにこう提示してくださって、与えてくださっている。そこに善悪はありません。この世の同じことの繰り返し、これもまたね、私輪廻だと思うんですけどね、まあ生死の輪廻もそうです。この輪廻という輪っかの中に閉じ込められることが、実はここから抜け出すことへの第一歩である。多分私たちはそのことを知っているんです。痛みは伴いますから。ですからそうした輪廻の中に自分がいようと思っている。でもなんですよ、それよりももっと奥にいる最深部、最も深いところにいる自分は実は知ってるんですね。すでに私たちは大日如来によって許されていること、いや、その嫌な記憶というのは自分が大きく変化して成長していくために必要なものだということを、もう私その一番奥の自分は知ってるんですよ。
そうした経験に恥じる自分がいるからこそ、その流れのままでいることを嫌がり、そこから抜け出す。そのためにもがき苦しみ、悩み、そして最後には自分自身が、その自分自身を深く愛して、大きく大きく大きくこう包み込むようにして、自分自身を受け入れる。そうすると、その罪も一緒に丸ごと受け入れていくんですね。その瞬間に、その罪があったからこそ、そしてその痛みがあったからこそ、他者に対して優しくなれるんだ。いや、社会に対しての使命感も持てるんだ、ということを知ることができます。その嫌な思いの過程は、今の自分を作るために必要なものであった。なかった方がいいなと思える出来事も、実は必要なものであるということ。そしてその罪や痛みが次の段階への、実はステップした時の、アップした時の段階への入り口でもあるということに気づきます。その時間と広さ、いわゆる空間と時間を超えた存在、私たち真言宗は大日如来と言いますけれども、今この時この場所にいる自分に、その大日如来が望むもの、大日如来が私たちのために作ってくださった流れ、それに乗った時、実は私たち自身が実は大日如来なんだということに気づくことができるんですね。そうすると、最初に言った本来症状なのに、いや、もっと言うと本当は悟っているのに、なぜ煩悩に苛まれるのかが見えてきます。実は煩悩も汚れたものではなくて、その煩悩があるから私たちは変化していけるんだっていう、それが見えてくると、煩悩即菩提なんですよ。また自分自身をさえ責めらむマイナスの感情は、まさにそうしたエネルギーに、変化しようとするエネルギーになっていきます。その嫌な体験も、大日如来から使われた化身の観音菩薩があえてそのような事物に変化され、私たちを導くために現れた、嫌な役も引き受けてくれている。そう思うと、今まで自分の目の前で起きた嫌な出来事、悲しい出来事というのも、また仏のお姿として感謝かなと思います。繰り返します。どんな罪を犯していようと、私たち自身の、いや、あなたの最も最深部のあなた自身が、もうすでに大日如来によって許されている、そういうことなんです。そして最深部のあなたはそれを知っています。しかし、それよりも浅い自分が自分自身を許してない。だからこそ大日如来とこう、そのつながりをね、忘れないように、お寺に通ったりとか、祈りをしたりとか、修行をしたりとか、時にはその中で心身にもちょっと痛いかなと思うことを経験し、その辛さが心、空、意を浄化していき、そして自分自身を広く深く許容していけるようになるように思います。そして大きな気づきとともに、自分と思っているこの存在含めてね、まあ自分っていうのはいろいろありますけれども、その自分と思っている存在を含め、ありとあらゆる物事が大日如来の一部なんだ、そう自覚したとき、寂しさも虚しさも消えていき、この世界での使命感が強く残る。ここが誓願につながってきます。そうなると、この世界は
思うようにならない宿泊苦の世界ではなく、光り輝く世界である。そのように気づけることができるんですね。真言密教とはそんな教えです。今回はかなりディープなお話なので、反感もあるかと思いますけれども、しかしその反感さえも次なる道へのステップです。もしもですよ、もしも私たちと共に一緒に歩んでいただける方は、共に一緒に密教の海へ、さらに深いところへ行きませんか？電話番号 058-371-2821 またはメール osho@kokeji.com osho@kokeji.com こちらへ連絡をしてください。その中でいろんな会話ができればと思います。また、できれば月例行事とかいろいろな行事が高家寺の場合はあります。高家寺のホームページ高家寺で検索していただければホームページがありますけど、そこに年間スケジュールがの表がありますので、それを見ていただければ、あ、こんなお祭りがあるんだな、そんなところから参加していただくことも可能かと思います。もちろんネットだけでつながる方もおられてもいいですし、心の中だけでつながってくださるそんな方も嬉しいばかりです。大切なことがあります。それは何かというと、その使命に気づいたら人類全体に大きな影響を与える、目に見える形でね。そんなことする必要はないんですよ。むしろそれに気づくと何かというと、そんな社会的なでかいことをやろうというよりも、目の前にいる縁のある人たち、また家族、友人たちへ深い愛情を注げるように思います。その深い慈悲心、それに目覚める、これもですね、私たちにとって大事なお役目のように思うんですよ。大日如来もまた慈悲なんですね。思わず今日は語ってしまいました。まあ、こんなようなお話も時折していければなと思います。わかりますでしょ？ちょっと苦手な方もいるかもしれませんね、こういう話はね。ちなみに今日は高家寺の乾物園花祭りです。令和4年5月8日10時、本堂の方で甘茶掛けの法要を行います。高家寺の法要は形式だけでなく、深い慈愛、大悲に満ちた法要です。今月はその後にもいくつか行事がありますし、来月には月送りの端午の節句もあります。そうした行事に参加していただくのもまた一つかな。そしてその行事には慈愛とともに、慈愛に満ちてとともに、いろいろな仕掛け、いろいろな深い意味が込められています。それは、先ほど言いましたように、密教の海の、悟りの海の、より深いところへの、いざないです。今回は、UFO の言いたい放題。許されているのに、罰は必要。修行は必要。思いっきり語らせていただいた、UFOの言いたい放題でした。ありがとうございます。